はい、どうも、ギアルバック兄です。スラッチェ。スイッチ庄司さんですね。あ、庄司さん、今日は何でしょうかね。今日はですね、はい、ちょっと私の話ばっかりしていただいてますから、ちょっとリアルバキの話をしたいなと。あ、僕の話ですか。あ、ありがとうございます。中川さんですよ、以前ですよ、はいはいはい、交通事故ありましたよね。あと、去年の11月ぐらいですかね。はいはいはい。あの、車に轢かれましたね。あの時はですよ、車に轢かれて、はい、跳ねられて飛んで、はいはいはい、救急車が来て、そうですね、普通だったら、あの、4、5メートル飛んだらしいです。普通だったら、その、見てた人が即死だって。そうですね、あの、うん、一応警察に呼ばれて、そしてその、なんですかね、いろいろ事情聴取とかやったんですけど、うん、でまあ、しかも、ちょっといいことか悪いことかわからないですけど、人通りが多いところだったんで、ああ、そう、にぎわい橋っていうね、人通りが多いところだったんで、はい、の大阪からの中学校の、なんだろうね、修学旅行生、はい、たくさん来てたんですね。お、あの、中学校の修学旅行生がいっぱい見てて、はい、そう、大丈夫ですかって駆け寄ってこられて、すごく僕は恥ずかしかった。恥ずかしい思いしました。5メーター飛んでですよ。はい、そして、うん、救急車まで来てですよ。なんか、一回転して頭から落ちちゃって。うわその時私聞いた時びっくりしましたもんね。車に跳ねられてって言ってですね。いや、僕もびっくりしましたもん。ああの、何がってめちゃくちゃ痛かったですから、ね、めちゃくちゃ痛かったですよ。ああ、もう痛かったです、痛かったです。もうだってあれ大体あの前方不注意だったんですよね。多分ラジオかなんかこういじってて、はい、で僕がいるのに気づかなくて、はい、まあ、信号無視でもあったみたいですよね、はい、でそれでそのぶつかられて、うん、だって3、40キロぐらいでした。普通の40キロぐらいでした人だったら死んでるでしょ。あの、一応だから警察に呼ばれた時にだから、まあ、病院にも行ってますよね、はい、入院してないですけど、あの、怪我の内容と、はい、そしてその見てる人たちの話が合わないと。なんて言ってもかすり傷すらなかったですからね。かすり傷すらなかったです。すごい地面に叩きつけられて跳ねて、いや、ただやっぱりその地面に叩きつけられた瞬間はすごいね、あの、息できなかったです。息ができないし、目の前もぐるぐる回ってるし、で、そう、ただ恥ずかしいもんで、いやー、恥ずかしいで終わるってすごいですよ。立ち上がってそのまま仕事に行こうとしたんですよ、うん、普通はもうその周りの人の話や、あら、死んだばいっていう話で、うん、そうですね、そうですね。あの、いや、もうだから中学校の修学旅行生も驚いてるし、うん、あの、そこの担任の先生に止められて、あ、ダメです、ダメです、座ってくださいっつって、あ、しかもまっすぐ歩けてないですよ。お、仕事に行かないといけないんでっつって、フラ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 しながら、いや、その立って歩くっていうのがね、うん、不死身ですね、リアルバキは。いや、リアルバキはやっぱ負けないですよ、車にはですね。いや、でも普通だったらね、ぶつかった以上はですね、はい、あの、いや、もう足の方に折れた、頭の、あの、脳みそ崩れたって言ってですね、保証金をこの2000万ばっかりもらってもよかったかなと思いますけどね、私は。家立ちますね。ああ、いいですね。そう、家立ちます、ね。そしたら今頃動画もやってないですよ。あ、そうですね、確かに。スイート障子も蹴られてません。蹴られてません。確かに蹴られてないですね。うん、いや、でも、ただ、その、あれなんですけど、やっぱ体鍛えてたおかげで、うん、ね、やっぱりその強靭な肉体を作ってたおかげで、そのおかげで怪我をあんまりしなかったというふうに。その先方のタクシーの運転手は何かこう保証かなんかしてくれたんですか。バッグ、新しいバッグ買ってもらいました。なんじゃそれ。新しい10個。いや、本当だったらそのね、そのタクシーの運転手はあれですよ、殺人者になってるんですよ。ああ、でもそう言われてましたね、やっぱり、うん、警察の方からも。でしょう、うん、うん、だから、ね、殺人者にならなかっただけでもありがたいし、普通はね、そこにね、ね、やっぱり保証金が下りるのが一般的でしょ。そうですね。でも、あれだったんですよ、タクシーの運転手の方だったんです。70過ぎてきたな、もう。そうだね、それはちょっとリアルバケは優しすぎ。あ、そうね、なんかかわいそう、じゃあかわいそうですけど、でも、いや、相手が僕でよかったっすよ、ね。相手が私だったら、もう今から2000万です。あ、大変だ。立ち悪いっすね。2000万の前に。2000万の前に。死んでますね。死んでますか。いや、わかんないですよ。僕に最近蹴られて立つから。ああ、そうですね。ちょっと強くなってますね。はい。ということで、あの、筋トレして、キックボクシングして、反射神経も上げてると、あの、車に轢かれても大丈夫という話でした。ね、皆さんも、あの、車に轢かれても大丈夫なように、鍛えていきましょう。あ、でもあれか。その前に、あの、車に轢かれないことが大事です。そうですね。あの、うん、皆さん、車に轢かれないように頑張ってください。では、また次回の動画でお会いしましょう。リアルは今日でした。スイッチ庄司さんですね。どうも、ありがとうございました。またでーす。